次に松木健康君。はい、松木君。はい、約4年ぶりの質問でございます。何せ落選したもんですからね、なかなか言う機会もなかったんですけど、大臣ね、今生方さんの質問で東電の人とこうやり合ったでしょ。で、まあ、これ全然質問通告してない話ですから、話聞くだけでいいんだけども、私のかみさんはね、大熊町出身なんですよ。それでまさに原発でみんな住んでたんですね、そこに。まあ、うちのかみさんは私と住んでましたけどね。そして、まあ、みんな逃げたわけですよ。そしてうちの、まあ、義理のおふくろは、避難所で倒れて1年以内に亡くなりました。そして親父は逃げたんだけどまたいなくなっちゃったんですよ。で、2週間経ってやっと見つかった。それはどこに行ったかというと、自分の家に戻ってた。それは自衛隊の人がね、見つけてくれた。大港の人たちですね。本当にありがたかった。そしてどうやって生きてたのかって親父に聞いた。そしたら池の水飲んでたって言うんですよね。それで、それが原因かどうかは分からないけども、まあ、2年後に80いくつになって初めて進行性のがんになって死にました。まあ、こういう現状がある。そしてその親父がね、時々私が秘書やってる時に車の運転頼まれて東京電力に行くんですよ。それで何やってるのかなと思ってたら、当時は早見さんという方が確か会長さんだったのか社長さんだったのか、ちょっとよく分からないけど、そういう方がいました。で、そこに文句を言いに行ったんですね。で、何を言ってたかというと、いろんな事故があるじゃない、小さな。そうすると、その事故を絶対に地元にちゃんと言ってくれよと。我々も一蓮托生なんだと。大体次男坊は火力に勤めたりするわけですからね。ですからもう一緒なんだから、ちゃんと言ってくれということをいつも言ってました。ところが残念ながらね、なかなか新聞で見て初めて知ったとか、そういうことが非常に多くて、それに対してはうちの親父は本当に残念だな、我々のことも信用してねえんだな、でこういうことを言ってたっていうのをね、すごく今思い出しました。ぜひね、ここはやはり国がね、きっちり指導してね、それで、まあ、東電さんだって悪い人たちばっかりいるわけじゃないですからね、きっちり指導して、そして、まあ、物も言いやすいようにしてやればいいんじゃないかなというふうに思いますんでね、ぜひ、今政権政党は皆さんですからね、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。まあ、それに対しての答えはいいですから、はい。そして、まあ、私、まあ、何度か当選させていただいて、まあ、随分とこの4年間で SDGs っていうのがね、もう流行り言葉のようにして出てきて、まあ、2015年に採択はされてたんですね。あんまりよく分からなかった。しかしこの SDGs っていうのが、あ、なるほどなと。これは地球を持たせるためにやりたいんだな。そしてどうも菅総理も 50% 削減だということを高らかに歌い上げている。2050年にはゼロにするんだと、カーボンなんだかとかね、言ってますよね。まあ、なかなか面白い時代に入った、大切な時代に入ったんだ。まあ、ある研究ではこの2020年から2030年この10年間が地球温暖化を止めれるかどうかの瀬戸際なんだという、そんな研究結果もどうやらあるようでございますけれども、この SDGs っていうのは今これネットで多分全国に流れてるはずですから、国民の皆さんも見てるはずですから、流行り言葉だからみんな知ってるような顔するしかない。でも本当は実は何だろうなってこう思ってる方もだいぶいると思うんですよね。ぜひ、まあ、日本の、基本政策の一つになっていくんじゃないかなというぐらいに私思うんですけども、そこら辺は大臣の方からちょっと説明をしていただいたらありがたいと思います。小泉大臣。まず松木先生、お帰りなさいと。私も先生が落選前に、いつも与野党の垣根はあれど先生には温かくいつも接していただいてたので、今日このように
質疑でまたお会いできて嬉しいです。先生から冒頭お話のあった東電、そして福島のことをしっかり国として責任を持ってやっていきたいと思います。そして今の SDGs のお尋ねにつきましても、おそらく先生が聞きたいことっていうのは、何かこうよく教科書に載ってるような SDGs の一語一句間違えない定義を話せということじゃなくて、それは国民の皆さんにとって分かりやすく言うと何なんだということだと思うので、私なりに説明をさせていただくと、もはや今の我々の経済社会の在り方、そして日々の生活の在り方、これは持続可能性はもうない。このまま続けていけば、我々の基盤である地球環境がもはや成り立たなくなって、次世代に対して責任を持つことができない、もう変えようじゃないかと、そういった認識が世界中で広がって採択をされたものが SDGs で、今後は経済も、そして社会の在り方も、そして環境も、すべてを一つのものとして捉えて持続可能な経済社会を作っていこうという、そういった考え方だと理解をしています。一つ一つ挙げればキリがありませんが、先ほど生方先生に答弁させていただいたように、今までは電気は安ければ何でもいいという時代だったかもしれません。しかしもう何によって作られた電気、それが問われる時代になりました。都市の在り方もまさに福島から電力を供給してもらって消費をする都市っていう在り方ではなく、都市自身も自らのエネルギーを作っていくという時代、こういったように持続可能な街づくり、そして経済社会づくり、これに向けた取り組みだということでご理解いただければと私なりには思っております。松木君。はい、ありがとうございました。非常に分かりやすい、お話だったというふうに思いますけれども、それではですね、ちょっとその SDGs の中で、私も聞きたいことあるんでその話をします。まずですね、この SDGs のマップみたいな、これ環境省からもらったんですけどね、これ非常に分かりやすくいろんなことが書いてある。ただちょっと50歳超えると60歳超えるとちょっと見づらいんですよね、小さくてもうちょっと大きく作ってくれればよかったなっていうのはありますけども、まあまあでも非常にね、SDGs ですかの日本の、一つの構想がね、こうやって書いていただいているというふうに思います。そして、やっぱり今、問題になっているのは CO2 の削減、そして再エネっていう話だというふうに思いますけども、活用というのは本当に重要になってくるわけですけども、これにはね、どんなものがあるのかというのをちょっとお答えください。以上。小泉大臣。先生おっしゃる通り、もう少し分かりやすくならないのかと、私はこのいつも紙を見ながら、省内でも言っています。これをもしかしたら私は今の10代20代の皆さんに、学校教育などでも彼らが彼女たちから見て分かりやすいこの図を作ってくれと言って作ってもらったら一番いいんじゃないかと、それも環境教育につながるなというふうにも思っております。この中で特に私は今日の話で絡めて言えば、いかに自立分散型で災害にも強い地域共生型の社会を作っていくかという、この自立分散型のエネルギーシステム、これに向けて環境省は特に今力を入れています。北海道先生のご地元の中でも SDGs をまちづくりの中心に掲げている自治体が出てきました。そして環境省は日本の全国のどこに再生可能エネルギーのポテンシャルが高いかというマップとデータを提供していますが、北海道のポテンシャルは全国の中でも最大級です。こういった中でいかに北海道がその持っているポテンシャルを活用して、今残念ながら北海道の自治体の中でもほとんどの自治体がエネルギーの収支は赤字です。なぜなら、今日東京電力の話がありましたが、ほとんどの自治体は大手の電力にそのまま契約をして電力代金払ってますから。しかし地元の資源を生かして自分たちでそれで発電をして
地域の電力を賄うという方に変えていけば、今まで地域から流出していた資金が地域の中に巡っていくわけです。これこそまさに環境省が言っている地域循環共生圏というものであって、それがほぼ同じような考え方で世界では SDGs という形に広げられていると、ぜひ北海道からこういった動きが広がっていくことを期待をしています。松木君。なるほど、よくわかりました。その中でですね、洋上風力ってあるでしょ。で、北海道っていうのは、まあ、見ての通り の, あ の,、まあ、あの島なんですけども、稚内沖、稚内の上の方ね、ここはすごく風が強いです。いつでも風が強い。そして襟裳岬、ここには風の博物館というのかな、なんかそんな名前がの店、あの建物もあって、襟裳の春は何もない春なんだけども、風はあるぞというぐらいに風はあるんですよ。そういう地域なんですね。まあ一つこの洋上まあ、風力 の, あの将来性というか、私これなんかすごくいいような気して、まあ、日々ちょっと追ってるんですけども、大臣はどうでしょうか。この洋上風力というのはかなりポテンシャルが高くてね、いいんじゃないかなというふうに思わないですか。小泉大臣。間違いなく日本は伸ばしていかなければいけませんし、北海道はこの洋上風力においても日本全国の中で最もポテンシャルの高い一つでありますので、あとは北海道は同時に生物多様性の観点からも希少種の存在も非常に、豊富なので、この希少種の保全と洋上風力を含めた再生可能エネルギーが地域の皆さんから理解をされてポテンシャルが生かせるようにしていくための、新たなツールがこの前成立した温帯法改正の中に位置づけられた再エネ促進区域などでもありますので、ぜひ松木先生のように前向きに再生可能エネルギーのポテンシャルを思っていただける方と、地元の方の思い含めて同じように進んでいければ、私は北海道は将来的に食の自給率は北海道 100% を圧倒的に超えてますから、次はですね、エネルギー自給率が 100% の北海道、これ間違いなく将来的にできると思っています。松木君。はい、ありがとうございます。ぜひ洋上風力の時にはね、襟裳岬と稚内、これを忘れないでね、ぜひ行っていただきたいなというふうに。希少種というのはあれ、要するに動物とかの話でしょ、はい、希少種というのは大切ですよね。そしてこの間なんか共産党の、先生がなんか馬毛島で鹿がどうのこうのというのがあったよね、まあ、まああれも大切だなということなんだね結構ね、ということをふっと思いました。そして、この SDGs のね、このマップを 見ますとね、木材を日本使おうぜっていうのがあるんですね。このすっごくちっちゃい字なんですけどね何て書いたのかな、これ地元材で人に優しくロングライフな住宅っていうのがね出てますよね。ありますよね、地域 循環共生圏 の,、の上、健康で自然とつながりのを感じるライフスタイル、この下ですね、植樹にわたる、ここにね、出てると思いますけども、ここの中でですね、実は、まあ、今日的な話なんですけども、なんか今、アメリカから木材が入ってこなくなって、アメリカの方がその住宅ブームらしいんですね。そしてあと、まあまあ、輸送の問題も多分あるんだと思うんですけども、まあ、木材が 20-30% 上がっているということで、まあ、かといってその国産材がもともと高いからなかなか使えないということを たまたまこの間こういう 建築関係の人と会ったときこんな話がありまして、まあ、SDGs の構想の中にね、まあ、地元材も使おうという、まあ、国産材だと思いますけども、まあ、こういうことも書いてありますので、里山整備のことも、考えるとですね、まあ、間伐材とか適齢期の木材、これを使用する必要がね、私はあるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、やっぱり高いんですよ。であれば、
うまく補助金をつけてね、この際だからガンと言ったら、私は、だいぶ森林もほら手を入れない、お金にならないから手を入れないってことになってるでしょ。そういうことがかなり払拭できるんじゃないかというふうに思いますので、思い切って補助金なんかうまくつけたらどうかなというふうに思います。どうでしょうか。小野局長。お答え申し上げます。委員が今ご指摘ございました、木材の価格が高騰して調達が困難になるといった、いわゆるウッドショックと呼ばれる状況が生じているということは承知をいたしておりますし、木材の利用というのが温暖化防止の観点から非常に重要であるということもその通りかと思います。環境省におきましては、住宅や建築物の脱炭素化を図るためにネットゼロエミッションハウス、ゼッチと呼んでおります、あるいはネットゼロエミッションビルディング、ゼブの支援を行っております。これらの支援事業の中では、CLT などの新たな木質素材を一定量以上使用した場合には、追加的な補助や優先採択をするというようなことをしておりまして、国産材の活用の後押しにもつながるものと考えております。これらの支援事業の中で CLT 等の活用についての優先的な取り扱いをより分かりやすく周知して、参りたいと思います。先ほどネットゼロエネルギーハウス、エミッションではなくネットゼロエネルギーハウス、ネットゼロエネルギービルでございます。失礼いたしました。また現在地球温暖化対策計画の見直し作業を進めておるところでございまして、住宅建築物の脱炭素化についてもこれは非常に重要な分野だと考えております。委員がご指摘されたような観点も含めて必要な対策施策を関係省庁と連携して検討してまいります。松木君。はい、ありがとうございました。しかし本当に日本のこの木材を使ういい絶好のチャンスだというふうに私思うんで、なかなか今だから家建てづらくなってるらしいですよ。ですからなるべく早くね、なんか具体的にこう補助金をバンとつけるとかっていうことをね、ぜひ早く考えていただきたいというふうに思います。もう一度ちょっと答えてください。小野局長。お答え申し上げます。先ほどの新たな木質素材を一定量以上使用した場合へ その追加的な補助とか優先採択、これはすでに実施しておりますので、これについてより分かりやすく周知をして活用を図っていきたいと考えております。松木君。はい、分かりました。それはいいんだけども、でもやっぱりね、なかなか家が建てづらくなっているという現状があるんで、ぜひチャンスだから、これしっかりした補助金をねつけて私はいいんじゃないかなというふうに思いますんでね、ぜひさらなる努力をね、ぜひしていただきたいなというふうに思っております。里山の整備とかね、そういうことにも結局やっぱり環境にねちゃんとつながっていくということですからね、ぜひお願いをしたいというふうに思います。それとですね、まだもう10分時間があるんで、まだいろいろと、この温暖化ということになってくると、世の中にはいろんな、変なことが起きるんですね。今コロナっていうのも、これもそれの一つじゃないかっていう人もいるぐらいですけども、温暖化によりですね、シベリアの永久凍土が溶けるっていう話がありますね。そしてこのシベリアの永久凍土が溶けるとですね、これは、結局、なんか大変な、なんて言ったかな、なんかね、ガスが出てくるんですよ。そんな話があるんですよね。それは、このまずね、北極の氷だな。温暖化が始まると、今もそうなんですけど、北極の氷がなんかちっちゃくなるんですね。そうすると、その太陽熱はそれで反射されてたらしいんだけども、それが、鏡が小さくなるから、海水が温まり、温暖化が加速すると、こういうふうに言われてます。
そしてそれがシベリアに影響をすると。そして CO2 の25倍の温室効果のあるメタンが大地から吹き出ると、こういうふうに言われてますね。こうなるともう温暖化は止められないということです。そして北半球の変化は南半球へも、そしてアマゾンにも、そして高温乾燥で熱帯雨林がサバンナ化すると、そして森の CO2 が一気に放出をされると、そしてそれが今度南極にも影響していって棚氷が一気に融解をすると、そして海面が1メートル以上上昇すると。そうなると、まあ、簡単に言うと世界の3分の1が移住しなきゃいけないというぐらいになるそうですよ。そして、日本の砂浜、これも 90% ぐらいこれでなくなるというふうに言われているそうです。まあ、ホットハウスアース理論というんですかね、これポツダム気象影響研究所のヨハン・ロックストロームという先生がいて、この方がまあこういうことを言っているんです。でその中にですね、シベリアの永久凍土の融解の中に古代の病原菌があるらしいんですね。具体的に森ウイルスというのがなんかあるらしいんですけども、これの、まあ、こう細胞に入った時の増殖能力が12時間で1000倍になるというのがどうもあるらしくて、これは本当にこれ大変な話だなというふうに思います。そして、アマゾンの方で熱帯雨林がサバンナ化するということは、結局動物との緩衝材になっているところがなくなるんですよね。そうするとまた新しい、新型のそういうなんていうんですかね、ウイルスみたいなのがね、人間界に入ってくる可能性も高いということで、まあ、ですからこれがプラス 1.5 度になったら出てくると言われているわけですから、まあ、何としてもここ10年が絶対勝負なんだというのはそういう意味でも言われているそうでございますけれども、まあ、これをしっかり、止めていくには、まあ、一つはですね、私はやっぱりこの、気象研究所みたいなところもなんかこれ、ポツダム気象影響研究所ってのがあるんですけど、まあ、こういうところにも環境省の人を派遣するとか、そういうことも私はやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。これは本当に2030年が良くなるか悪くなるかの瀬戸際だっていう一つの証左なんだと思うんですけども、大臣はどういうふうにお考えですか。小泉大臣。非常に重要な今ご指摘だと思います。特に先生が前段の方で言われた、まあ、この地球の環境が悪化をし続けていく負のスパイラルの説明、あれ非常に分かりやすいご説明だったと思います。そしてあの負のスパイラルが止められなければ、逆回転を起こすことができなければ、もはや我々人間の手で再生することは不可能になるかもしれない。これが先生が何度か言及されているロックストローム博士のプラネタリーバウンダリーとよく言われますが、地球の限界論ですよね。でこれを多くの方にご理解いただくことが、結果として気候変動政策に対するご理解と一人一人の行動変容につながっていくと思います。環境省としても、先生が今ご指摘されたような外国の研究機関、そして日本の中には国立環境研究所もありますし、そういった研究機関の専門的な知見や、優秀な研究者人材とも日々連携を取っておりますが、この状況、気候変動の世界は常に情報が更新されます。最新の知見がどんどん出てきます。この動きにしっかりとついていって、それが政策に反映をされるという流れをしっかりと つけていきたいと思っております。松木君。ありがとうございます。お役所の人を増やせなんて言ったらね、現代そういうこと言うと余計なこと言うんだったら怒られそうですけど、環境省の方はもっと増やしてでもね、そういうことにちゃんと追っていくような、そういうシステムもね、しっかり作られた方がいいんではないかというふうに思います。もう私もこの世界にもう40数年いるんですけどね、昔環境庁でなんとなく言葉は悪いんだけど、まあそんなに大きな役所じゃなかった。でもこれが環境省になって、
これはこれからこの日本あるいは世界地球あるためには本当に大切な役所になってきたんですね。これはねもうぜひ頑張っていただきたいというふうに思いますし、そしてまた悪い話ばかりじゃなくてやりゃできるぜということもあるんですね。今までそれは何かというと1960年代から、オゾン層に大きな穴が開いているのが発見されています。そして1970年代にカリフォルニア大学のアーバイン校の研究チームによって、フロンガスがオゾン層破壊の主な原因だということが分かって、これは科学的なメカニズムが明らかになったんですね。そして、要するにこれオゾンホールというのができて紫外線がどんどん入ってきてそれこそ人間がもう ある意味で地球の盾みたいなのがオゾン層と言われてますんで、それがなくなってもう本当に子どもが外で走れないようなそんな時代が来るんじゃないかってこの当時は言われてたんですね。そして、1987年にモントリオール議定書が採択されてこれを世界的に、フロンの規制が開始されたんですね。でこれ私もよく覚えてるんですけどね、1986、7年ぐらいっていうのは私は車のレースとかよく出てたんですけど車好きでよく触るんですよ。でエアコンが効かなくなるんですよ。でエアコンが効かないからフロンガスを入れ直すんですね。その時にねバルブをピュッてやってプシューってねそのまま出してたんですよ。えらいことやってたんですよ。もうね今考えてみたらねもうそんな時代でした。しかしこれがね1987年のこのモントリオール議定書によって、これなんとかしなきゃいかんということになったことによって実は随分と良くなってて1980年代から見て、去年ぐらいのオゾンホールっていうのは一番小さかったっていうんですね。非常に頑張ってる、要するにやればできるっていうことだというふうに思いますけども、ですからなんか CO2 を2050年にはゼロにするとかって言ったらなんかとってもできそうもないなっていうそんな雰囲気も少しあるんですけども、実は、過去にはこういうもちろんこの代替フロンがまた温暖化に悪影響を出すというようなそういう問題もあるんですけども、しかし間違いなくこのオゾンホールっていうのはいい方向に進んでるっていうのはやはり世界の人類がみんなで協力し合えばいけるぜってことだと思うんですね。ですから何もね諦めることないし、こういうことがやっぱり政治でも何でもそうなんですけど中心になってこなきゃいけないということを私はつくづく思いますね。ぜひ大臣のこれからのこの意気込み、あなたが多分ねこれからの時代作るんですよ。若い人たちが、私はもう62ですからね、42ぐらい今40です。40歳、40、えらい若いね本当ね。ですから、あなた方の時代に多分なるんですよ。うちで言えば源馬君とかね若い人もいるしね、そういう人たちの時代になると思うんで、そういう人たちが喧嘩ばっかりしないでねぜひいい意見をね言い合うっていうのも大切だというふうに思います。ぜひちょっとお話を。小泉大臣。いや松木先生が戻ってこられたなっていうのを改めて、実感をする質疑でした。本当にありがとうございます。先生言ったようにこのオゾン層がだんだん小さくなってきた成功体験、このオゾンホールがですね、このことを忘れずにこれからの国際交渉を望みたいと思います。先生が言ったように地球規模の課題でなかなか合意を世界共通で持つのが難しい世界で、時に先生言ったような悲観論が本当にできるのかといったことが広がりかねないことは事実です。しかしその中でも決して諦めない、我々はやればできたじゃないか、これからだってできると、そういう思いを持ってしっかりと国際交渉などにも臨んでいきたいと思います。本当にありがとうございます。松木君。はい、ぜひ頑張ってください。新リチウムイオン電池だとか全樹脂電池だとかね、いろんなものありますからね。これもう知恵の出し合いですよ。与野党で知恵の出し合いやったらいいですよ。そしてそれを環境省でまとめると、そして地球温暖化を止めるということを
ぜひみんなで頑張ってやっていきましょう。以上です。ありがとうございました。次に田村